古くからのヨーロッパの穀倉地帯ポーランドは今、豊かな自然の恵みを生かして世界の穀倉地帯になっています。大西洋気候と大陸性気候が交差する肥沃な大地、その大地に育まれた多様な動植物がポーランドを乳と蜜のあふれる国とし、農業大国にしています。そこでミツバチから見ていきましょう。ミツバチの数は環境の綺麗さと多様性に比例します。ポーランドは EU で最も多くの養蜂家を要し、その規模は年々拡大しています。純度の高い美味しい蜂蜜にはアブラナの栽培が一役買っています。アブラナから取れる菜種油はシェフはもちろん、味と健康にこだわる誰もに愛されています。恵まれた気候と土壌を生かした穀物生産は何百年もの間ポーランド農業の柱です。豊富な収穫量、高品質、適正価格と三拍子揃って大量に輸出されています。その栄養豊かな穀物で育てられているのが家畜です。ズボトニツカスポットのような豚の品種は大量生産農場には向きません。ポーランドでは細心の注意を払って豊富な家畜の遺伝資源を保護しています。家族経営の農場で大切に育てられたポーランド固有種こそが本当に美味しいポークになります。ポーランド産ビーフは品質も味も抜群です。このような自然な環境で草をはむ牛が美味しいのは当然です。食品生産は最新の研究と技術に支えられています。スケルニェヴィツェにある食品安全研究センターは農産品の生産と品質管理をサポートする多くの先進的なセンターの一つです。ポーランド全域に広がるリンゴ畑です。リンゴは16世紀にイタリアのボナ王女がポーランド王に嫁いだ際にマゾフシェ地方にもたらされました。文字通り最高のロイヤルギフトです。毎年300万トンが収穫されています。ブラックゴールドと称されるスーパーフルーツアロニアです。栽培歴は数十年ほどですが、アントシアニンなど驚異の健康成分を豊富に含み、免疫力の向上に役立つことから、さまざまな加工品が多くの国に輸出されています。ポーランド産マッシュルームはヨーロッパの多くの人に愛されています。生産高は欧州3位で、今後も増加が見込まれます。国外在住のポーランド人が最も恋しくなるのはフレッシュチーズだそうです。最新設備の乳製品工場では厳しい衛生管理のもと、チーズをはじめさまざまな乳製品が生産されています。ガチョウ肉の生産は欧州トップクラスです。オート麦で育てられたコーツカホワイトグースは亜鉛と多価不飽和脂肪酸たっぷりの味わい豊かなガチョウ肉になります。農村ではしばしば鶏、ガチョウ、アヒルが自然の環境で飼育されています。自由に歩き回り、自然の恵みを餌にしています。ポーランドは現在キャビアの生産高世界3位です。その味を決めるのはチョウザメの養殖場です。ヴァルミア地方からの清らかな水が育んだチョウザメから世界中の三つ星シェフをうならせるキャビアは生まれます。農業では全ての工程が農産品の質、すなわち味に直結します。ポーランド産の食材は世界中のテーブルを彩りつつあります。ポーランドの伝統食品リストには2000品もの特産品が連なっています。世界中のグルメの皆様とその価値を分かち合いたい。ポーランドは美味しいのです。